ではお話を伺います。第40回チャンピオンカップ目白剛力で見事勝利、西健一ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。見事な逃げ切りでした。はい、でだいぶ上ともハンデあったんで、はい、思い切っていきました。ペース的にはどうだったんでしょう。いや、この馬に合わせて乗りました、はい。第二障害はいかがでしたか。は、もう多分もう上がるのは分かってたんで、あとは後ろから何も来ないことだけを考えてゴールまで行きました。ゴール前、俺の心が追っていましたけど、そのあたりはどういうふうに思ってましたか。いや、それでも結構差もあったんで、まあ大丈夫かなとは思いました。5歳馬で本当に楽しみな一頭だと思いますけど、将来的にいかがでしょう。そうですね、これから小馬のとも十分やっていけるだけの能力を持ってるんで、はい、まだまだ活躍してくれると思います。では最後にファンの皆さん一言お願いいたします。そうですね、まだ寒いですけど、まだ暑いレースをやってるので、皆さん応援よろしくお願いします。おめでとうございました。以上をもちまして、スカファ地方競馬ナイン賞第40回チャンピオンカップの表彰式終了いたします。関係者の皆様おめでとうございます。それでは皆さんでお写真撮りますので、どうぞ一歩前出ていただきまして。